今月十七日、四年ぶりに神儀争奪戦が復活する最大慈営用です。裸の男たちが奪い合う神儀の原木を受け取る伝統の儀式、神儀取りが未明に行われました。午前零時、九輪の使者が最大時間農銀の仁王門から出発しました。昔ながらの杉笠鉄鋼キャハンに草履きの使者たちは、霧雨の降る夜道を提灯の明かりを頼りに、 原木がある消しご山の無料住院まで4キロほどの道のりを無言で歩きます。一行はおよそ40分かけて無料住院に到着。住職の祈祷を受けた一対の審議の原木がハサミ箱に収められ、一行に授けられました。原木は審議として形が整えられ、今月17日の夜、4年ぶりに審議争奪戦が復活する最大地栄養で裸の群れに投げ込まれます。